いや、恋人になってほしくて。まあ、普通に文脈から考えてそうですよね。まあ、面倒といえば面倒だし、レイゼンさんと付き合ってさっさとこの生活を終わらせるってのも手だけど、それをしたら僕は今以上に。レイゼンさんがどういう考えや気持ちで僕に告白してくれたのかは、関係もそこまで長くないので想像や憶測でしか考えれませんが、それでも今は、ごめんなさい、レイゼンさんのことも含めて解決しないといけない問題がありますから、レイゼンさんの言った通り、僕はこの生活を早く終わらせたいですが、後腐れがないようにもしたいんですよ。自分でも思いますが本当に面倒くさいですよね。私もこの告白は断られるのを分かってしたから、じゃあさ、提案ってわけじゃないんだけど、私もスバルくんのしてる、私たちの問題解決を手伝わせてほしいな。手伝い、ですか？スバルくんと一緒に行動してれば、男の人が苦手なのも少しはマシになると思って。ダメかな？僕としてはありがたいですが、いいんですか？多分いろいろと大変なことにレイゼンさんも巻き込むことになりますが。多分大丈夫。そう簡単に克服できる問題じゃないことは私もわかってるから。前も思った気がするけど、それだけレイゼンさんは自分の抱える問題を解決したいんだ。ある意味尊敬する。それじゃあ、咲夜さんとの作戦会議もありますし、早く帰りましょうか。それから数時間後、僕と咲夜さん、レイゼンさんは問題解決のための作戦会議をし、ある程度話がまとまったので僕は自分の部屋に戻ってきていた。随分と伊賀酔いさんと稲葉さんの問題解決に尽力し始めたみたいですね。ほんと、毎回急に入ってきますね。まあ、それの方が面白いですから。それで、問題解決はうまくいきそうですか？うまくいけば咲夜さんの方は今後の心配はありますが、解決はできそうです。その作戦を聞いても？簡単ですよ。咲夜さんにリーダー格の好きな人を教えてもらったので、その男の人の前でリーダー格に恥をかかせるかすればいいだけです。他人の目を気にする人にとって、好きな人の前で恥をかいたりするのはそれなりに効くと思うので。まあ、咲夜さんやレイゼンさんに話したのはここまでです。その言い方だとあの二人にはまだ話してないことがあるみたいですね。確証が持てないことを話しても混乱させるだけですから。じゃあその確証が持てない話とやらを聞いてもいいですか？あのリーダー格の人はなんで咲夜さんに暴力を振るうのか。それは本当に咲夜さんが他の人より目立つってことと、自分の好きな人が咲夜さんに振られたってだけですか？おかしいとは思いませんか？たかがそんなことで何回も何日も、ずっと飽きずに暴力を振るいますか？明らか理由と行動との釣り合いが取れません。なら、考えうることはもう一つ。その好きな人に咲夜さんに暴力を振るうよう命令されている。これが僕の根拠も何もない妄想です。どうしてそう思ったんですか？それが一番僕が納得できるからですよ。小難しい理由を並べるより、そういうのの方が単純でいいですね。その妄想があっててもあってなくても、咲夜さんの問題が解決することを私も応援してますよ。さつきすばるくん。そういい、長江さんは僕の部屋から出て行った。毎度思うけど、長江さん、不思議でつかみどころのない人だな。それから数日後の放課後、僕らは咲夜さんのクラスに集まっていた。私この後用事あるんだけど。てか、なんでこないだのやつまで。え、咲夜、俺たちをこの時間まで残して、何が言いたいの？僕は教卓の上でふんぞり返っている以前咲夜さんに告白したという男子生徒を見て確信する。隣にいるリーダー格の女子に咲夜さんに暴力を振るうよう命令したんだと。別に、私もあんたたちとこの時間まで一緒にいなくていいなら、そうしてるけど、そうもいかないってだけ。ここからの話はスバル。そっちの子からしてくれるから。はぁ、担当局入に聞きます。あなたですよね。そこの人に咲夜さんに暴力を振るえって命令してるの。え？どういうこと？スバルくん。順序立てて説明できるかはわかりませんが、少し落ち着いてくださいレイゼンさん。わかった。だったら何？そもそも論底の女が俺の告白断ったのが悪いんだし、俺が誰を使って何しようが、そいつの自業自得だろ？違うか？違うでしょ。都合のいい頭ですね。それが許されるなら、こんな他人のごたごたに巻き込まれた僕も、あなたたちへ暴力を振るっていいってなりますが。は？勝手に来て巻き込まれたとか意味わかんねえ。ねえ、賢ぶってるバカじゃん。バカでも何でもいいですが、僕の質問には答えてください。俺は優しいからいいよ。年下のお願いだし。他人使って暴力振るうくらいだし、この人相当頭弱いな。あなたは咲夜さんに振られたからそこの女子生徒を使って暴力を振るった。違いませんか？それはそいつが俺の告白を断ったのが悪い。答えになってません。僕はしたのかしてないのか聞いてるんです。した理由は聞いてません。うっざ。あ、はいはい。しましたよ。それでいいのか。今さらそんなこと聞いて何がしたいわけ？ヒーローごっこの次は警察ごっこ？そうかもしれませんね。咲夜さん、他にされたことは何かありますか？
物を隠される壊される、集団での暴力。くらいかな。あなた、合ってますか？だから、こんなこと聞いて何がしたいわけ？したからなんなの。私は悪くないんだけど、私が彼のことが好きって分かっててマウント取りたいがために振ったそいつが悪いんでしょって。ああ、もうそういうのはいいんで。自白お疲れ様でした。おいおい、俺たちは正直に言ってやったのにお前らは目的何も言わない話だろ。僕は教卓に座ったまま僕らにそう言った男子生徒に作り笑顔を向け、胸ポケットから携帯を取り出す。さっきのあなた方の自白は録音してありますので、これを理事長に渡しに行きます。そしたら、あなたたちは良くて定額、悪くて退学ですけど、それも自業自得ですよね。僕の言葉を聞いた目の前の二人と、レイセンさんは驚いた表情を向けてきた。は？そんなん盗聴だろ、ざけんなよ、犯罪者。どうとでも、自分たちは何してもいいけど、相手には真っ当な手段しか求めないなんてそんな虫のいいこと言いませんよね。僕の言葉が気に障ったのか、リーダー格の女子が殴りかかってくる。あは、マジ弱い。弱い奴が格好つけようとすんなし。ねえねえ、これあいつの携帯。私めっちゃすごくない？あはいはい、すごいすごい。それじゃあ、昨夜さん、レイセンさん、帰りましょうか。え？いいの？あ、スバルくん唇切れて気が。レイセン、それは後で。今はスバルの言う通りにしましょ。わかりました。僕ら三人が校門へ向かうと、そこには理事長代理がいた。お疲れ様三人とも。あれ？さつき、どうしたの？唇から血が出てるけど。はぁ、しらじらしいですね。あれ？私が貸した携帯も持ってなさそうだね。ここにいるってことはわかって言ってますよね。あ、君がうまくやったのはわかってる。けど、後ろの二人がまだ理解してなさそうだから、二人に説明するのも兼ねて、一旦あの家に帰ろうか。好きにしてください。どことなくルンルンな感じの理事長代理に言われるがまま、僕らは家へと帰るのであった。